皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回は本日アップデートが配布されたんで、そちらで少し変わった内容があったり、ちょっと最近の噂されてる情報とか見ながら、最近のエイペックスについて話したいこともあるんで、あんまり普段喋らない本音で語るエイペックスラジオ2回目ってことで、情報をまとめつつラジオ感覚で話します。それではまず1つ目、アップデートについて。こちら大きな変更は少ないですが、割とプレイに影響を与えることもあるんで見ていきましょう。まず新モードの追加、12対12のチームデスマッチが追加されます。これちょっと自分やってみたんですけど、こうマップ開いた時にね、こんな感じにもうめちゃめちゃね矢印立ってて、なんとなく集合体恐怖症の人苦手なんじゃないかなって思ったんですけど、個人的には結構面白いモードだと感じましたね。人数が多くてめちゃめちゃね打ち合い発生しやすいし、普通のチームデスマッチより人が多い分しっかり仲間が群れて打ち合ってくれるんで、相手の位置予測する練習になったり、敵の射線もめちゃめちゃ多いんで、普段のチームデスマッチより射線を気にして打ち合う練習にもなるような気がします。普通にリスありのモードとしておもろいですね。それでは次、ボイドレコニングコレクションイベントが始まっています。一応天井外でハボックの暗い場所で光るスキンが手に入ります。これねめちゃめちゃかっこいいんですけど、ハボックってね今ぶっ壊れて完全にね一強の武器になってしまってるんで、おそらく次のシーズンあと 2,3 週間後に弱体化されてしまうかもしれないんで、コレクションイベント終了まであと2週間あります。なのでハボックの弱体化気になる人はパッチノート見てから買う形でもいいんじゃないかなと思います。それでは次、ここが一番プレイ面で大きい変更、サイレントアップデートでヒューズの弱体化が入っています。今までできていたヒューズのウルトをエバクターに向かって焚いて広い範囲スキャンする方法が使えなくなっています。これ競技のシーズン中にやるんですね。一応なんですが、ヒューズの広範囲スキャンやる方法いくつかまだ残っていて、一つ目が単純に高いところにある遮蔽物に向かってヒューズのウルトを焚いて広範囲スキャンする方法、次にバンテージのコウモリに向かってウルトを焚いてスキャンする方法、3つ目にライフラインの落ちてくるケアパッケージに向かってウルトを当てて広範囲スキャンする方法。ぶっちゃけ全部再現性ほとんどないんで、ほぼほぼヒューズのエバックプラスウルトのスキャン技は使えなくなったと言って良いでしょう。これ結構前からね放置されてた技なんですが、さすがに強すぎましたね。軒並みスキャンキャラが弱体化されてるんで、これは妥当な弱体化と言えるでしょう。ちなみにクリプトのドローンに向かってウルトぶち当てることはできないので、そこは注意が必要。はい、それでは次、ここからはリーク情報や噂についてちょろちょろまとめておきます。まず新ランクについてですね、8月4日から8月7日まで開催されるランブルランクの報酬がリーク情報として出回ってます。ランクバッジと武器スキンがもらえるみたいなんですが、それぞれ見ていきましょう。まずランクバッジについて、ランクバッジこちらになります。だいぶギザギザした尖ったデザインですね。なんとなくアリーナのバッジを思い出させるようなデザインかなって感じですね。それでは次に武器スキンについて、カーとディボーションの武器スキンがもらえるみたいです。どちらも白基調でめちゃめちゃかっこいいんですが、個人的にはねディボーションのスキンがデフォより見やすくなってるんで、ちょっとね今ケアパケに入ってしまっていますが、こちらのスキン取っておくべきなんじゃないかなと思います。カーも白基調でデフォルトとね形状は同じなんですが、敵見やすそうですね。そろそろまたカードがね強化入ってもおかしくないんで、取っておいても良いでしょう。それでは次、最近ねちょっと話題になっていたバトルパス有料化についての噂にちょっとね進展があったみたいなんで、現状あくまでも噂ですが触れさせてください。最近 Apex の公式の方から、シーズン22からバトルパスは Apex コインでは購入できず、現金でしか購入できなくなるという発表があったんですが、これが撤回されて従来通り Apex コインで購入できるようになるかもしれないという噂が出ています。なんで一応ね課金せずにバトルパス買いたい人はまだコイン残しておいた方が良さそうですね。結構ねコイン使っちゃってる人いるかもしれないんですけど、もしかしたら従来通り行くかもしれないのでチェックしておいてください。本当にねここはねまだまだね噂の範囲なんで、誤情報の可能性も高いですが、だいぶね批判があったところだし燃えていたところなので、お金のことだし紹介ということにしておきます。ちょっとね最近の Apex について、これラジオ動画なんで基本的に触れないようにしては内容触れるんですが、最近の Apex 問題についてですね、特に今 Apex どうなんて人にこそちょっと聞いてもらいたいんですけど、最近 Apex の同説少なくなってて過去最低水準って言われちゃってるんですよね。自分自身も今まで Apex なんだかんだ面白いよねみたいな感じでごまかして動画投稿してきたんですけど、自分も動画投稿者って立場であるんで、最近至るところで見る人口問題とかチーター問題について1点だけ語らせてください。ちょっと個人的な話なんですが、最近 ASGS っていう Apex の大きいストリーマー大会に呼んでもらって、まあ、最近はね Apex 自体もチーター多いし、普段ゆるーくちょこちょこやってるだけだったのが、カスタムな
だったりに出て真剣にゲームやる機会増えたんですよね。まあそういう大会に出て思ったのは、 Apex はやっぱり面白いゲームだなっていうのと、逆に Apex を真剣にプレイできる環境が完全にぶっ壊れてしまってて、まあ、それが原因で人が減ってるっていう。前回新規減ったよねって話もしたけど、これもね完全に間違いないと思う。当たり前にねなりすぎてるけど、ランクに行けば PC 用はチーターがいて CS はチーミンがいるらしい。そうすると必然的にある程度のところまで行くと、真面目にゲームするのやっぱりアホらしくなるっていうのが、正直今の Apex やってる人は通ることが多い道だと思うんですよね。動画上げてる俺が言うのは本当に良くないんですけど、だいたいそんな感じの人多いと思う。 Apex でね、本当にねみんなが公平なルール平等な環境でプレイできればめちゃめちゃ面白いゲームなんだけど、今の Apex ランクにしろカジュアルにしろ何をやってもある程度のところまで行ったら絶対不平等なマッチングになるんですよね。本来こういうゲームっていうのはみんな平等、もうクソ綺麗な言い方すると結構純粋なものなんだよね。運動能力が劣ってる人でも平等にできる。子供だろうが大人だろうができる。で、俺みたいな陰キャでもクラブで踊ってそうな陽キャでもルールにのっとって純粋にプレイできるんですよね。それが打ち合った敵とか自分倒した敵、こいつチーターかなーとか、こいつバーターかーみたいな不純な本来考えなくていいこともね考えてしまいがちなんですよね。せっかくみんな平等にルールにのっとってできるゲームなのに、なんでそんなこと考えて神経使わなくちゃいけないのって話だよね。これ普通に Apex 以外のゲームやってる人からしたら当たり前のことなんだけど、なんか Apex しかやってない自分みたいな人間ってもう感覚バグりすぎてね気づけないんだよね。だからこそそういうね規約違反者とかがいないカスタムに出ると、あ、 Apex ってやっぱ面白いんだなってなるし、だからこそ動画投稿を通して、まあ、最近ね某いざ琉球へみたいな名前の人が元チーターだかどうたらこうたらで荒れてたけど、チーターとかチーミングとか規約違反者は元だろうがなんだろうが絶対に許しちゃいけない風潮を作んなくちゃいけないなって思ったし、多分ねこの動画見てる人の中にもちょっとね魔が差してるか魔が差しそうな人もねいると思うんすよね。一度思いとどまってほしい。結局チート使うやつが増えたらそのゲーム自体がオワコンになるし、多分チート使う人ってこっそりねチート使って、うおー俺つえーとかそういうことねやりたいのかもしんないけど、うおー俺つえーって生きれるゲームそのものがなくなります。これね今更すぎるぐらいね当たり前のことを言ってるつもりなんですけど、意外となんか最近のチート騒動とか見てるけど、一回ならまあチートとかバーター使っても許されるやろみたいな風潮もねできつつあるみたいなんですよね。またどのすけ当たり前のこと言ってるよって思ってる人も多分ね今全然いると思うんですけど、どうやら最近のチート騒動を見てる感じそれが分かってない人も多いらしい。どう考えても自分たちが真剣にやってるところに明らかにねズルしてる人がのさわってるのってめちゃめちゃ神経使うし、真剣にやってる側ってマジでアホらしくなるのよ。例えば自分が部活なり勉強頑張ってますって時に、自分自身はめちゃめちゃ努力したのに大した努力もしてない監督のひいきの子が自分が落とされて代わりにメンバー入りますとか、そういうのあったらムカつくし不平等不公平だって思うじゃん。それが今の Apex は常時起きてるみたいな、そんな感じになってるんだよね。部活とか勉強みたいにゲームってね強制力あるものじゃないし、そういうのがはびこってたらどう考えてもみんな抜けてくよね。結局チーターたちも大多数が自分をよく見せるためにチート使ってるとかそういう場合が多いから、チーター元チート使用者に関しては本当にプレイヤー全体で許しちゃいけないと思う。これ Apex だけじゃなくてどんなゲームもそうで、どのゲームでもチーターで終わる世界線ってあると思うんだよな。まあそれでも特に Apex は明らかにチーターに寛容な人というか、コミュニティ自体がチーターになりすぎてしまってるのもあって、見せかけのランクとか実力に魔が差しやすい人が多いように感じる。ちょっとここまで話聞いてくれた人、これ大会中の動画なんだけど一回見てほしい。なんならさ、これ今外弾いてんのこの人たち今。そう。そしたら今なんか真っ白こいつやれそうね。待ってやれそうだね。こいつ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 。いやこのやれそうじゃない。行くよ、せーの。終わった終わった。戻れ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 。戻った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 。あ、ハクイだったらいい。戻るよ。戻ります戻って戻ってる。戻る。焦れ戻る。焦れ。さあ、待って抜いて。ほら、ほら。これもらっていい？でもまた今度さ、もう一回できる。もう一回できる。また今度別れるよ左右見るために。これさ、一人死んだんだよね。一人死んだ。うん。あっつ。永久期間の完成だな、おい。これさ、あっつい。待って今1対3対2ってこと？3対2ってこと。ああやったー。
別にこの動画が面白いか置いといて結構楽しそうでしょ。みんながもともと楽しくプレイしてた Apex って本来こんな感じにみんなでわちゃわちゃやって真剣にやるときはみんなで力合わせて頑張る、これだと思うんだよね。今のランクでよくあるあーこれチーター増えてきたしそろそろやめるかとか、そういうのだとやっぱり次の日やるかってならないし、どんどん人口も減っていく一方だと思います。今 Apex 楽しめてない人忘れてるかもしれないけど、楽しかった Apex を思い出すと、あこれ優勝したらやめますかとか、いい感じに持ったらやめますみたいな、くっそたわいもない話しながら朝までやっちゃうみたいな、そんな感じだったと思うんだよな。まあそれがチーター増えてきたからやめるかってこれに完全になっちゃってるんですよね。だからこの動画見てる人まだね幼い子とかもいると思うけど、代行だろうがチートだろうがチーミングだろうが絶対にしないこと、あと運営さんもねめちゃめちゃ大変だと思うし、できることはやってくれてるのかもしれないけど、何かしらカスタムとかそういうのじゃなくても平等に真剣に遊べる何かモードください。本当にもうマジでねソロだけで入れるランクモードとかもあっていいと思うんだよね。ソロランわざわざやるチーターなんてあんまりいないと思うし、自分も文句だけ言うのは良くないので、これからはちょっと Apex を楽しめるような動画を企画してあげてくんで、次か次の次ぐらいからちょろっと一風変わった動画も上げていきます。見てくれ。あとさっき流れてたみたいな大会、今週の金曜日と勝ち残ったら土曜日と日曜日にもあるんで、配信見に来て応援してくれると嬉しいです。僕自身 Apex 以外の動画このチャンネルで上げる気ないし、まあこういうのはねできればたまににして極力楽しい投稿を心がけていきます。最近マジでねこういう動画自分で言うのはあれだけど多いよね。自分含めいろんな人めっちゃ多い。自分もねそんなお気持ち表明するほどでかい人じゃないんですけど、最近大会とかもあってプロにしばかれてボコボコにされちゃったりもしてるんですけど、結構 Apex 楽しくて一日中 Apex のこと考えちゃうみたいな日も続いてるんで、共感できたらコメントなりグッドなりくれると嬉しいです。みんなの思ってることとか感想を乗っけてくれるのも嬉しいです。では。